さあ、グループステージ第4戦を迎えました。両チームともすでに3戦を消化しており、ゲームの流れは十分に掴んでいることでしょう。そうですね、現実的な目標が出てくるでしょうから、大事な試合になってきますよ。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対 FC トゥエンテのマッチアップです。なお主審を務めるのはハビア・アギラル・ラミレスです。楽しみな試合が始まります。さあ、これはユナイテッドですね。オフサイドの判定でプレーが止まります。タイミングとしてはいいタイミングですね。ルーニーボールを失いました。コーナーキック、リプレーが流れます。いいゴールキーパーは本当に貴重なんですよ。これはすごいセーブです。パンチングで止める。ホグナー、ゴール、ゴール、ゴール。より多くのシュート機会に恵まれ、それがゴールに結びつきました。はい、優勢は明らかでしたからね。ペースを完全に握っていましたよ。違うアングルから見てみましょう。追加点。
点差を広げます。もう完全に勢いの差を感じますね。しっかりボールを捉えてますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。残り時間も少ない中、厳しい展開に、スコアは3対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。一方的な試合となりました。はい、自力の差がくっきりと出てしまいました。そろそろ時間となりました。では皆さん、さようなら。ホグラー決まった。ユナイテッド皆さんこんにちは。今日の試合の実況は西岡、コメンテーターには堀池拓実さんをお迎えしています。堀池さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はサンダーランド対マンチェスターユナイテッドのマッチアップです。マンチェスターユナイテッドのキックオフで試合が開始します。オスカールが顔を出す。内田篤人、ヘディラ、ルークショー、マヌエル・ジャッケリーニ、スティーブン・フレッチャー、フレッチャー、ユナイテッドのフリーキックからのリスタートになります。寄ってきた、内田篤人、
ディマリアがここにいました。コーナーからのリスタートになります。ネイマール、どうだ、ボールはディフェンダーの元へ。ボールを奪いに来ました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。タッチを割ります。ユナイテッドのスローインです。ディマリアがここにいました。ネイマールが抑えます。サポートが右に来る。使うか、そのまま行くか。決めに来た。綺麗な弧を描いた。この得点は予想されてましたか、堀池さん。試合内容を見ればそろそろ入りそうでしたからね。完全にゲームをコントロールしていますよ。違うアングルから見てみましょう。さあキックオフ。試合は1対0で試合が終了いたしました。素晴らしい戦いでしたね、堀池さん。素晴らしい戦いでしたよ。カップ戦の妙といいますか、力で劣るチームでも十分に可能性があることを示してくれましたね。ディマリア